こんにちは、はるなです。今回はモチーフ編みの巾着を作っていきたいと思います。材料の紹介です。ダイソーで購入したリサイクルポリエステル毛糸、ホワイトとブラック1玉ずつ使っていきます。かぎ針は5号をご用意ください。それでは一緒に作っていきましょう。まずは作り目から指に2回くるっと巻いて、中心からまずは引き抜いていきます。ここで一旦鎖を1目編んでから指を外して、鎖1目で立ち上げ、輪の中心から細編みを8目編んでいきます。はい、細編みを8目編めたら、糸端を少し引っ張って先に動いた方からギュッと締めていきます。その後に最後一気に引っ張る。で、一番最初の目に針を入れて引き抜いて、次の段2段目に移っていきます。鎖3目で立ち上げて、一番最初の目にまずは長編みを1目入れていきます。この段では1目に対して2目ずつ長編みを入れていきましょう。このままぐるっと一周していきます。編み図も用意しているので、それを確認しながら編み進めてみてください。はい、ぐるっと一周やってきたら、立ち上げ3目の3つ目の鎖に引き抜いて、次の段に移っていきます。で、ここで引き抜くときに色を変えていきましょう。次の色、黒い糸で引き抜いて、この端っこをキュッと引っ張って緩まないように締めていきます。ここから鎖1目で立ち上げて、今引き抜いてきた最初の目にまずは細編みを1目、隣の目には長編みを3目入れていきます。同じ目に3目長編みを入れていきましょう。3目入れられたら、隣の目にも長編みを3目入れていきます。続いて細編みを2目、目に合わせて1目ずつ細編みを入れていきます。これの繰り返し。1目に対して長編み3目ずつ、隣も1目に対して長編みを3目、細編みを2目。この流れでぐるっと一周やっていきます。最後は細編み1目編んで、一番最初の目に針を刺して引き抜いて、次の段に入っていきます。鎖1目で立ち上げたら、まずは細編みで、前の段で編んだ長編み3目入ってるところがあると思います。そのうちの最初の目は無視して、2番目3番目の目に長編みを2目ずつ入れていきましょう。
はい、今合計長編み4目入れました。次はこの3目の1番目と2番目に入れて、3つ目は無視していきます。長編み前の段の長編み3つ目は無視して、細編みに合わせて細編み入れていきます。ここは1目ずつこの流れでやっていきます。今ここに6目長編みがありますが、中心の4つの目に対して長編みを2目ずつ入れていきます。両端の2目は編まずにスルーです。長編みが入れ終わったら細編みを2目、この流れでぐるっと1周編み進めていきます。ぐるっと1周してきて最後細編み1目編んだら、一番最初の細編みの目に針を入れて引き抜くときに色を変えていきます。白糸で引き抜いて、黒糸はもうこれで100目を果たしたので、ここで一旦糸処理できそうな長さを用意してカットしていきましょう。はい、白い糸で最初鎖3目で立ち上げていきます。続いて中長編みを隣の目に入れていきます。続いて細編みを2目、続いて角の編み方になります。この目には3目入れていきます。中長編みを2回、長編みを1回、同じ目に対して今の3つ3目入れていきましょう。で、隣の目には対照的に長編みを1回入れてから中長編みを2回、ここも3目、1目に対して3目入れていきます。角が編めたら細編みを2回入れて、このくぼんでいるところですね、くぼみ始めたところには中長編みを1回入れて、前の段の細編み2目入っているところに対して2目一度の長編みをしていきます。まずは1個目の細編みに入れてから、もう1個隣の目に入れて一気に引き抜く、この2目で2目一度の長編みです。あとは対照的に編んでいきます。中長編み入れて細編みを2目、から角の編み方、1目に対して中長編み2目、長編み1目の3目を入れていきます。中長編み2目、長編み1目の合計3目を入れていきます。隣は対照的に長編み1目、中長編み2目、この3目を入れていきましょう。角が編めたら細編み2目入れて、中長編みを1目、前の段の細編み2目に対して2目一度の長編み、この流れでぐるっと1周編み進めていきます。ぐるっと1周してきて最後
前の段の細編みの目に長編みを入れて、立ち上げの鎖3目とその隣の中長編みの間のこのスペースに針を刺して、ここから引き抜いていきます。これで次の段進んでいきます。鎖1目で立ち上げたら、前の目の中長編みの目から始めていきます。細編みを入れて、ここの段はひたすら細編み、前の目に対して1目ずつ細編みを入れていきます。で、そして角の長編みの部分ですね、角の前の段の長編みのところには細編みを2目ずつ入れていきます。角の長編みは2目あるので、それぞれ2目ずつ細編みを入れていきます。それ以外の部分は前の目に合わせてひたすら細編みを入れていきましょう。ひたすら細編みを入れていって、角の長編みのところにだけ2目ずつ入れていきます。でぐるっと一周やっていきます。ぐるっと一周細編みを入れていきました。最後糸をカットしてからすっと一旦抜いて、とじ針で一番最初の細編みの目手前から奥に刺して、一番最後の目の真ん中から奥に向かって針を刺します。で、ここでギュッと締めて、モチーフをつなぎ合わせるときに一目と間違えないようにギュッと締めていきます。ここでゆるっと締めてしまうと、最後モチーフをつなぐときに一目間違えてつなげることになって、なんだかこうモチーフがうまく合わないということになってしまうので気をつけてください。他の糸端も中にスッとしまってカット。これで1個のモチーフが完成です。で、1個あたりのモチーフのサイズなんですが、だいたい8センチ縦横8センチぐらいになっています。編む強さによってこれは変わってくるかもしれません。で、このモチーフを合計8枚作ってからつなぎ合わせていきます。まずは4つずつつなぎ合わせていきたいと思います。まずこのように針に一旦糸を準備してから、このモチーフの角の2目入ってるところですね、上から刺して引き抜く。で、反対側の角も見つけ出して上から刺して引き抜く。今針に3本糸がかかっている状態で一気に引き抜きます。隣の目に上から刺して引き抜く。反対側も上から刺して引き抜いて、一気にこの3つの目一気に引き抜きます。これの繰り返しです。右抜いて左抜いて一気に抜く、右抜いて左抜いて一気に引き抜く。この流れでひたすら編み進めて、モチーフの角のところですね、モチーフの角までしっかりと入れていきます。まずは2枚このようにこのモチーフの角の目までしっかりと針を入れていきました。この流れであともう2枚つなげていきます。
モチーフの角探すところからですね、角の長編みに2目入っている細編み、しっかりするとここでずれてしまうので確認してから針を刺していきます。あとは同じように左右交互に刺して抜いて刺して抜いて一気に引き抜くという感じで、これもモチーフの角っこまで針を入れ続けていきましょう。で、一番端っこまで編めたら鎖1目でロックしてから糸をカット。この糸処理は一番最後にやっていきます。で、今縦つなげたので今度は横。編み始めはもうさっきと同じです。角をしっかりと見つけて、角をしっかりと見つけてから針を刺していきます。型は一緒で、このモチーフの角までまずは同じようにつなぎ合わせていきましょう。で、角っこまで編んだらこの鎖1目編んで、さっきつなげたところを渡らせるという感じです。あとはもう同じようにモチーフの角を拾って左右交互に編み進めていきます。違うのは鎖1目途中で入れるということだけ、それ以外は同じようにつなぎ合わせていきます。これも一番最後は鎖1目でロックして糸をカット、このままスッと抜いていきます。で、今4枚ずつつないだ状態が出来上がりました。で、今度はこの2枚をつなぎ合わせていきます。外側が表になるようにこの字に今度はつなぎ合わせていきます。つなぎ方は今と一緒で、今度色は黒で、黒い糸でつなぎ合わせていきます。編み始める場所はどこでも大丈夫です。ここも一番角、まず角を見つけて、つなぎ方は一緒です。まずはこのまま先ほどと同じようにつなぎ合わせていきます。で、少し変わってくるのがつなぎ合わせたところですね。もう一回すでにつないでいるこの部分にも入れていきます。
モチーフの角、本来の角に戻って柄は目に合わせてコの字で編んでいって、またモチーフのこのつなぎ目が来たら今みたく一個内側に入っていく感じで編み進めて、最後のコの字の角っこまで編み進めてきました。今このようにコの字に編んでいきました。ここから紐通しの部分を編んでいきます。まずここからつなげて黒で編んでいきます。鎖1目で立ち上げたら、今一旦針を入れたここですね、ここから細編みを入れていきます。であとは目に合わせてどんどん細編みです。モチーフのつなぎ目の部分、さっきと同じようにこの内側に1個潜って、この1回針を通してるところなんですけど、ここにも細編み入れていきます。で、白い板を後ろにしっかりと回していきましょう。それ以外は1目ずつ細編みに合わせて入れていって、またこのつなぎ目がやってきたら内側に一旦潜って細編みですね。それ以外は1目に対して1目ずつ細編みです。で、一番最後も忘れずにここですね、ここに細編みを入れたらこれで1周完了。さっきマーカーつけ忘れちゃったんですけど、ここ1周の地点が分かりづらいのでマーカーを入れておきましょう。で、一番最初に編んだ細編みの目に針を刺して引き抜いていきます。はい、続いて次の段、鎖3目で立ち上げたら、この段はひたすら長編みを入れていきます。さっき編んだ細編みの目に合わせてどんどん長編みを入れていきましょう。ぐるっと一周してきました。最後のマーカーの部分まで入れていきます。立ち上げの鎖3目の3つ目の鎖に針を刺して引き抜いて、次の段に入っていきましょう。続いてはまず鎖5目編んでから長編みをどんどん入れていきます。鎖5目編めたら2目開けて3つ目、3つ目に長編み、次の目にも長編みで、鎖を2目編んで2目開けて3つ目に長編み、このように2目ずつ長編みと鎖編み交互に編んでいきます。この空いているところに最後紐を通していく予定です。ぐるっと一周編んでいきます。で、一番最後少し目が合わなくなるので、鎖2目編んでから最後の長編みを入れるところ、本当はこのマーカーのところに入ればちょうどよかったんですが、1目足りなくなってしまったので、一番最初に編んだ立ち上げの鎖のこのスタートのこの部分ですね、この位置に長編みを入れて、このように引き抜いてから次の段に移っていきます。鎖3目で立ち上げて、次の段はひたすら長編みだけ入れていきましょう。
この鎖2目のところに長編みを2目入れて、この長編みのてっぺんの目に合わせてそれぞれ1目ずつ、この鎖のところには長編みを2目入れて、ここは目に合わせて、ひたすら長編みぐるっと一周やっていきます。最後の目まで長編みを入れたら、一番最初の鎖3目の3つ目に針を刺して引き抜いて、次は最後の段に入っていきます。鎖1目で立ち上げたら、まず一番最初の目には細編みを入れます。次の目に長編みを3目、1目に対して長編み3つ入れていきましょう。長編み3目入れられたら、隣の目にも長編みを3目入れていきます。はい、続いて細編みを2目、細編み2目入れられたら、また同じように長編み3目、長編み3目と入れていきます。長編み3目入れられたら、また細編みを入れて、細編み2目入れて、これの繰り返しです。この流れでぐるっと一周編み進めていきましょう。ぐるっと一周してきて、一番最後細編み1目入れて、一番最初の細編みの目に針を刺して引き抜いて、これでぐるっと一周完了。ここで糸をカットして抜いて、あとは糸処理をしていきます。目に馴染むようにしまっていきたいと思います。感じでまずは本体完成しました。で、端っこ少し目が多くなってるんですが、絞るとこんな風にクシュクシュっとなってお花っぽくなるかなと思っています。他の糸ピロピロ出てるところも締まっていきたいと思います。で、糸処理を残していた内側のこの白い糸もこの内側にシュッと締まって、糸をカットしていきます。糸処理が終わったら最後に紐作りです。紐は
黒と白の2本取りでやっていこうと思います。2本合わせて鎖編みを100目編んでいきましょう。鎖100目編めたら、この鎖の裏山に対して針を刺して引き抜いていきます。裏山に刺したらそのまま引き抜く、裏山に刺してそのまま引き抜くという感じで100目の裏山をひたすら引き抜いていきましょう。はい、一番最後まで引き抜けたら最後鎖1目編んでそのまますっと抜いて締めていきます。で、この糸の端っこはこんな感じで結んでほどけないようにしていきます。はい、紐はこれで完成です。あとは紐を通して紐が輪っかになるように最後端っこ縛っていこうと思います。ぐるっと一周紐を通してきました。で、紐を縛っていくんですが、まあ、どっち向きでも大丈夫です。で、ぎゅっと絞ったらこんな感じで、この端っこを縛っていきます。なるべく端っこに玉が来るように絞って、まだ切っていなかったこの端っこをカットしたら完成です。はい、これでモチーフ編みの巾着が完成しました。リップとか小物類が入るサイズになっていると思います。ぜひ皆さんも作って何か好きなもの入れて持ち歩いてみてください。他の色のアレンジもぜひぜひしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。